この時間はオマーン対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、あれ2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、はい、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けるところで、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、はい、さあファーストハーフ見ていきましょう。オマーン対日本、サイドの紹介です。右にエンドを取るのは日本、左側がオマーン。渡ります、プレスからボールがこぼれる、長いボール縦へ。日本はここまでのリーグ失点数がなんと一番少ないというデータが出ています。非常に守備堅固なチームです。さあつながるか、中村からクロスボール、ここは抑えました。オマーン、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いていくときなんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ、コースの切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、遠藤、今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。フリーキック止めます、ナイスセーブ。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、これはキーパーの方が一枚上手でしたね。いいプレッシャー、前を向けるか。遠藤がここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。堂安、裏を狙う、いいボールですよ。キーパー直接処理しました。大きく縦へ、前線へ、この長いボール、オマーン奪い返します。ボールが収まりません。ボールの奪い合い、激しいものがあります。三浦から堂安、三浦、さあ左サイドへ、三浦から中村、抜けてくる、さあカウンタースピードを上げたいところ。さあカズ、キーパー、いやー、ファインセーブです。いや、よく止めましたね、ファインプレーですよね。
さあラストプレーになるのか。前半ここで前半の45分が終了しました。前半0対0。さあ前半が終わりました。日本としては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。オマーン対日本、スコアレスのまま後半へと続きます。さあ後半キックオフ、両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。おっとルーズボール、裏のスペースを狙う、自分で行く、低いボール、シュート、シュートが縦へ送る、三浦から堂安、日本これは奪い返します。三浦、いけるか、裏を狙っていきます、来たか、チャンスになる、シュート、決めた、これはクリア。そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。鎌田、前日の試合では先発起用をされています。左サイド上がります、一人で持っていくか、中人数揃っている、繰り返しクロス、まあクリアが精一杯ですよね。遠藤、カズ、裏へのスルーパス、シュート、うまく取り出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。難しい、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。オマーン、メンバーチェンジです。さあオマーン、同時に2人の選手が入れ替わります。裏へ届くか、つながります、抜けてきましたよ、打った、ボールを追っていく、さらにいった、決まった、先制、日本ゲームの終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。いやー決まりましたね。いやーよく進めていましたね。堂安、まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。堂安、今シーズン2ゴール目です。先制ゴールが決まりました。日本、日本としてはこれで安心して引いて回れますよね。そうですね、大きな1点ですよね。はい、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのボール、鎌田、これは収まりませんでした。リスタートしたところで長い笛です。1対0、
日本勝ちました。勝利で最終節を締めくくりました。さあゲームは終わりました。試合の組み立て方や攻撃のパターンなどを見ていてもお互いの特徴がよくわかる試合内容でしたね。シーズンを戦っていく中で作り上げていった自分たちの形なんでしょうね。そうですね。一つの戦いが終わり新たな戦いが始まる。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さんありがとうございました。ありがとうございました。日本勝利でシーズンを終えています。